ございます。1月の18日、月曜日、午後1時4分です。ちょうど今ねテレビで、今日の経済のニュースやってますね。昼ご飯はセブンイレブンの、またパリパリ麺ピリ辛サラダですね。これパリパリじゃなかった、中華麺でよかった。パリパリのやつはねあんまり美味しくなかったんでね。でこれも、焼きおにぎりセブンイレブンのやつで温めてもらったんですけど、ちょっと冷めました、ごめんなさい、来るのが遅くてね。でバナナみかんと、連日の、ヨーグルト&メープルですね。今日で食べ終わりそうです。はい、オリックス下がってきちゃってね、ダメだよ。まあ私本当にねセンスねえなって思いました。もうなんかチャートね、見方本当にもうちょっと勉強しないとダメなんだね。あー難しいなって思います。あとね、アイスクリームの31メールマガジン登録してるんで、今日ね配信来たんですけど、なんか、今まで新型ウイルスの影響で毎回31の 31% オフのね日が、中止になったりしてたんですけど、もう終わりが見えないから一旦もうそのイベント自体終了しますっていう、内容で、結構衝撃を受けましたね。なんか31日の日がない31なんてって思うと、なんかもうちょ会社が倒産するぐらい、なんかその31っていうものが緩いだい気がして、結構なインパクトだなと、ショックでしたね。でなんか代わりに、まあ31の日は持ち帰りアイス用のクーポンが配布されるみたいで、まあちょっとスマホの容量の関係でアプリは抜いちゃってるんですけど、まあもし自分が使えるんだったらね使おうかなとは思います。だけど、今日本株が塩漬けになってる状態で、なんかいろんなものに対して購買意欲が湧かないのがちょっと困りますね。